はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラルはね、動画撮っていこうと思います。ということで、行ってみましょう。まあ、宝箱をいっぱいにして、出入り消化するまでという、いつものプランでやっていこうと思うんですが、まあ、ちょっとね、30分ぐらいで日付が変わってしまうので、まあ、いつもみたいにね、なかなか勝てないと、出入りの消化ができなかったりする可能性があるので、ちゃちゃっと、急いでやっていきましょう。ということで、行きます。さてさて、行ってみましょう。まあ、いきなり突っ込んでみるか。いけいけ。おっと、あーこれちょっと無駄ザップ無駄ザップだったかもしれないが、まあしかし一応なんか攻撃は入ってるね。ほい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 。まあゴールドナイトを出しましょうか。突進までするか、ちょっとしないで様子見るか。はい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 。やられる。これこの辺から行ってみて。あはしまった、ターゲットが取れてない。それはちょっと良くないね。ちょっと見届けてしまった。ザップが手札にないので、マジックアーチャーで射抜いていきましょう。はい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 。これちょっとね、ぶん殴ろう。バーバリンキングでぶん殴って、マジックアーチャー残しておく。骨が来る。骨が来るはちょっと痛いな。ちょ、ダイナマイトボブにも追加するか。いや、細かい奴らを一掃して、ほい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 。さあ、これは落とせるんじゃないか。落とせるね。反対側攻めよう。この名前の勢いで。ほい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 。ファイアボール入る。逆サイドガチャンから、まあ、ザップ一応打つ。まあでもちょっと生き残らなかったね。なるほど。ただ、これはね、調子乗らなければ勝てそう。調子乗ると、2本折られる。そんなこともありそうですね。まあ、後ろからプリンス、とりあえず溢れる前に出しましょうか。まあ、相手諦めてるなら、それはそれでって感じだけど、ここにゴールドナイト出して突進しよう。はい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 。ちょっと微妙、ちょっと微妙、ちょっと微妙、ちょっと微妙だった。これザップ打つ。はい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 。まあまあまあ、なんだかんだ一応守れたか。なんだかんだ一応守れましたかって感じか。いや、骨は一掃する。で、そいつ殴って、まあ、後ろからゴールドナイトも、加えまして、ぶん殴っていく。これ、ダッシュ切りで。はい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 、オッケー。いけるいけるいける。これは相手守るだけで手一杯でしょう。これは相手守るだけで手一杯でしょう。はい、オッケー。さあ、もう一本ガチャンが入れば折れるか？あ、ガチャン入った、折れる。オッケー。お、いいスタートだね。はい、ということで、まずは1回、勝てましたね。さあ、次行ってみよう。さて、ま、今度も奇襲してみるか。行くぜ。あー、ちょっとそれは嫌だね。一応ザップ打つ。あー、でもダメだ。でかい骨に反撃されて、ちょっとコストがない。これは終わったか。いや、まずい。ターゲットがガーゴイルに行ってない。それはひどい。ちょ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 いちょ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 い。あ、これダメだね。まあ、巨大スケルトンにターゲットが行った状態で、ガーゴイル仕留められなかったので、持ってかれちゃいましたね。相手は残り1700、半分ぐらいは削ってる。あー、まあ半分も削れてないか。ちょっとダイナマイトゴブリンに頼るしかない。ダイナマイトゴブリンに頼っていきましょう。もう一回、あー、それはちょっとやだな。一回ロイヤルゴースト出して様子見ようか。はい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 。ちょっとプリンス、
プリンス出してみて。スパーキー。スパーキー来る。あ、ちょっと待って、マジックアーチャーでさらに射抜いておこう。相手はなんか右にコストを割いてそうだから。あ、ちょっとマジックアーチャーそっちじゃない。マジックアーチャーそっちじゃない。オッケーオッケーオッケー。そう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 。ちょっと待って、これターゲット取れないか。あ、取れる。そうしたらね、これむしろスパーキー、あー、ちょ、ザップ打つ。いやー、ガーゴイルが死なない。それ厳しい。それだいぶ厳しいわ。ロイヤルゴーストを一応出していきましょう。なんかうまくいかなかったけど。で、またスパーキー来る。ちょっと反対側攻めよう、反対側。とりあえず1本折らないと。っていうか、まあ、両方折らないときついんだけど。あー、その後ろから、その後ろから通す。その後ろから、あー、ちょっと待って。いやー、間に合ってない。やられる。ちょっとこれ参ったな。あー、いや、ダメだこれ。あー、しかもザップで死なないんだよね。ザップで死なないんだよね。ザップで死なないのが分かってるだけにどうにもならん。あー、スパーキー、はい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 。ちょっと待って、1本折りたい。まあ、1本折ったところでって話だけど。はい、やられましたね。まあ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 、一回目がうまくいったからって、二回目うまくいくとは限らんぞということですね。さて。まあでも短期決戦っていう意味では、これは有効だと思うからね。はい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 。ビリビリのおじさん、ビリビリのおじさん、ビリビリのおじさん、きつい。ダメ、樽で入ったダメージの分、持ってかれてる。さあ、ちょっとダガーが回復しきる前にと思ったけど、ダメだね。ダガーは切れてるけど、プリンスにやられると、ちょっとこれ、まあ、ダイナマイト、ゴブリーンで受けて、あー、ガチャン入る。そうですか、で、ショータイム来る。これはショータイム一旦我慢か。一旦我慢してロイヤルゴーストかなんかでちょっと殴っといて、そのまま反撃に向かってほしいところなんだが、スパーキー、これ逆サイド攻めてみるか。いやー、それ引き寄せられると良くない。あー、ちょっとそっち行かないで。マジか。で、ビリビリのおじさんが来る。ちょっと待って。こっち。あー、ダメだ。全然意味をなしてない。ダメすぎる。あー、ちょっと待って。意味なかった。さあ、これはちょっと厳しいな。で、プリンスにロイヤルゴーストも倒されていく。しょうがない。一旦。王女バーバリアンで盾になってもらう。で、中身出ちゃったやつと戯れてる間に突っ込んでいく。まあ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 、ダメージを与えてるけど、ダメージを与えてるけど消える。はい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 。うわー、ちょっと待って。あー、ダメだ、落ちる。で、ショータイム来る。ショータイムやだな。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、ダメだ。いや、1本折られてもちょっと攻撃を通したいと思ったけど、全然そっと折らないわ。あー、ちょっと待って、またちょっと縦にする。この使い方だと全然ダメなんだよな。ちょっと待って、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 ちょっと待って。いやー、ゲームって言ってるから一応拍手しといてあげますか。
はい、ちょっとまだ1回しか勝ててないので頑張っていきましょう。ちょっと一旦ロイヤルゴースト後ろから出そうか。奇襲できそうなセットじゃなかった気がする。まあ奇襲してもいいんだけど、溢れる前にプリンス出す。さあさあさあ、ボブジャイアント、これ逆サイド今攻めれば相手もコストないんじゃないか。うーん、しかしそうなるか、それは良くないね。ちょっと待って、ゴブジャイアントなんとかしないと、ゴブジャイアントをなんとかしないと厳しいが、痛い。まあみんなで、ああちょっと突っ込むタイミングをなくした。突進もね、ちょっと打っても意味があったかどうかよくわからないんだけど、これだから反撃からそのままカウンターできればって感じで、一応ナイト倒してみましょう。うわっと、いやちょっと厳しいな。まあまあまあ、プリンスで突き刺していきましょう。はい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 、謎ドリルだが、ちょっと待って、ロイヤルゴースト出す。さあ、いけるか、これちょっと、いけないか。突進してみる。ちょっとマジックアーチャーで細かいやつらは射抜いていきますか。全然ダメージ通ってないな。こっちだけ一方的に食らってる。で、ゴブジャイアントで、また同じことになりそうで、ちょっと辛いね。まあ、ゴブジャイアント、ダイナマイト、ゴブリンあたりで、っていうか、樽で結構食らってんのか。それが痛いんだな。結局そっち行っちゃう。ちょっと。それで守られてるか。いや、どうしよう。ちょっとプリンスとりあえず後ろに出して。ちょっと待って、いやダメだ、こっちの攻撃通ってなさすぎる。これまた施設あるでしょ。そうだよね、そこにガチャン入っただけ。一応ザップ打つ。生き残ってるのか。ちょっと辛いな。ちょっと待って、今なんかドリルこっちに来たのかと思ったら全然違った。ロイヤルゴースト出しゾーン。ちょっと待って、マジで。でもこれポイズンもあって無理か。はい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 。なんか今トイレットペーパーみたいなやつを。まあいいや、次行きましょう。いろんなスタンプあるね。さてさて。まあ、ちょっと突っ込んでみようか、今回も。おっと、逆サイド。まあでもダイナマイトゴブリンがいるからガチャンも入るし。いや、ちょっと待って。ただ、そいつ怖い。ちょっと待って。オッケー、危ない。でも回転切りの人が思った以上に刺さってる。ちょっと待って。まあ、ここを一旦突進して、で、ダガーが切れた隙に二人で攻撃して落としておく。オッケー。はい。いいよ。オッケー。とりあえず一本は折れた。ただ、こっちも1200しかないので、もう一本折られないように頑張りましょうというところか。さあ、そして突進していく。はい、回転切りの人、倒した。ちょっと、本体攻めよう。ザップ。ザップ遅い。いや、ザップ遅いけど、生き残ってるか。よし。いけ。まあ、3000まで削った。吹き矢無視。突っ込みましょう。
いけいけいけ、はい、ガチャン入って、で、バーバリアンが殴っていく。1600、もうちょい。これはゴールドナイト出して、で、はい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 。本体まで攻撃が入る。あー、でも細かい骨がちょっと処理できてない。はい、ちょっと突進する。で、ぶん殴る。おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、それちょっと嫌だな。それはちょっと嫌ですね。ファイヤーボールもその隙に打ってきてる。まあ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 、まあ、こっちをまずメガナイトしっかり倒して、吹き矢はまずい、吹き矢はまずい。まあでもこれ突っ込んだ方がいい気がする。あー、無駄ザップ、無駄ザップ、無駄ザップした。あー、オッケーオッケーオッケー、とりあえず勝てましたね。危ない危ない。インフェルノドラゴンとかもね、ちょっと怖いよね、やっぱり。うまく対処できないからさ。あと11分。ちょ、もう一回勝ちたいね、この11分の間に。ってなると、負けれても1敗か。まあ、勢いよく負ければ、2回負けれるかもしれないけど、まあまあまあ、1回目勝つことを考えましょう。さあ、相手は何をしてくるか。あれ？何もしてこない。これラッキーか？これはもしかしたらラッキーかもしれん。なんかシアンがラッキーですか？ほい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 。よしよしよし。これなら、なんか勝てす、あっと、ちょっと待って。別に動いてないわけではないわけね。まあ、ちょっと溢れる前にプリンス置いて、まあ、ただ、ちょっとインフェルノタワーが気になるところだな。これインフェルノタワーはエリーとバーバリアンで、あー、ちょっと無駄ザップ。無駄ザップしてしまう。こうなるとちょっと、なんか、ハンデをもらったような形なのに、まずい可能性もある。さあ、ちょっと迅速に本体を降りに行きましょうか。おっと、ブーメランの人。ね、ちょっと一応ダイナマイトゴブリンでも置いときますか。うわ、フリーズ。危ない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 。はい、まあ、1500まで削られたが、なんとか。あー、ちょっとそれやだね。豚、コグライダー。はい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 。うわ、やばい。両サイド削られてる。ちょっと待った。後ろからロイヤルゴーストも殴っておいて。さあ、1500と700。ただ、本体を先に折っちゃえば、こっちの勝ち。さあ、あと700。いや、どうするこれ。回転切り無視か。無視だな。無視して、こっち行こう、こっち。いけいけいけ。あー、角度が悪い。角度が悪い。まあでも700だから、700だから、やってやれないことはない。あー、ちょっと待って。それは、それはやめて。うわうわうわ、ちょっと待った、ちょっと待った。あー、これ怪しい。ちょっと待って。85だから、ちょっと本体折らないと。いや、でもこっちから攻めるしかないからさ。ちょ、いいや、インフェルノタワーは無視して。はい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 。いや、いけいけ。よーし、オッケー、危ねえ。危な。オッケー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 。ふぅ。はい、ということで、まあ、なんとか出入り回収できましたね。レアにもならなかったけど、中からは1500ゴールド出ましたよと。で、そしたらね、ちょっと今回は、あと8分でちょっと日付また変わるので、宝箱ちょっともう一個回収できるけど、ここまでにしとこうか。ほい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 。エリートバーバリアンの、マスターバッジ進んで、ノーマルのワイルドカードゲット。さらにマジックアーチャーも何かを完了、ん？こっちか。何かを完了して、
ほい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 。ウルトラレアのワイルドカードを2枚ゲットしましたね。オッケー。ウルトラレアのワイルドカード今7枚あった?これ、上がる?マジックアーチャー。あ、7枚あるね。ちょっとこれ上げちゃおっか。オッケー。あー、コインが足りない。まさかの。なんてこった。まあまあまあ、でも今コイン手に入るから、そうだね。ちょっと、7分後に、またやりますか。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。